J リーグアンダー22選抜は日本プロサッカーリーグの2014年2015年に J3 リーグに参加していた J1 リーグ及び J2 リーグに所属する22歳以下の選手で構成されるサッカーチーム。構想発表当時は JFA J リーグ U-22 選抜チームの歌唱が与えられていた。サッカー界において若手選手の育成のため世界各国では 様々な施策による取り組みがなされている。一方、日本においては、大学サッカーが育成に一定の役割を果たす一方で、J サテライトリーグが2009年に休止となるなど、対策が遅れていた。J サテライトリーグの休止の原因となった大きな理由としては、サテライトリーグがシーズン末に駆け込みで行われ、境外化していることや、ユース組織の選手が、 高窓宮俳優 -18 サッカーリーグや、クラブユース選手権、J ユースカップ、国体といった高校生が出場可能な西公式戦を優先する傾向、さらにクラブの経費の問題などから選手の保有人数を削減するなどといった問題点が指摘されていた。日本サッカー協会及び日本プロサッカーリーグは、育成型期限付け籍制度を導入した。 また、スポーツ放置は、サテライトチームの J3 への加入を促そうとする、動きがあると報じたチームの例については、J リーグ所属クラブの株組織チーム一覧を参照の、こと。2013年7月12日、JFA 強化担当技術委員長の原博美は、若手育成を目的として、2014年から開始される J3 に、J1 と J2 の U-22 の、 選抜チームの参加を検討していることを報告し、担当者の間で方向性が確認された。原は、高校卒業後の数年は、出場機会が少ないため、こうした年代の選手に試合経験を積ませることが、狙い、育成はクラブがやるべきというところもあったが、出したいというクラブの方が多かった。いろんな意見はあったが、大筋としては理解してくれたとした上で、高卒1、 二年目の選手を中心に考える。協会で伸びる人材を選んで使いたいとコメントしている。2013年7月16日の理事会で J3 参加クラブの中に特別参加枠を1チーム加えることが検討され、2013年11月19日に JFA J リーグ U-22 選抜チームとして J3 に参加することが決定した。 チームの概要については二千十四年一月二十九日の公式発表で正式に明らかになった。二千十四年一月二十六日施行の j 三リーグへの特別参加枠チームに関する特則に基づき運営される。j 一 j 二の各クラブとプロ契約し JFA 登録を行っている九百九十二年一月一日以降に生まれた選手を対象とし、 各クラブの了承の下でチームに登録される。通常の練習は各クラブで行い、メンバーは試合ごとに試合前前日の金曜日に招集を受けて土曜日に前日練習を行い、日曜日の試合に臨んだ後、解散となる。J-22 選抜に登録されても、クラブとの登録は抹消されず、J-22 選抜での出場試合時間は、 プロ A 契約の締結の権利を得るための出場試合時間には参入されない。なお、選手の登録メンバーについては、第1ウィンドウ期間までに当初の登録エントリー手続きを終えた後、第2ウィンドウ期間に限りメンバーの変更をすることができるが、J3 へのエントリーをされても、選手の移籍は可能とする。また、懲罰行為については、選抜チーム内においては、 日本サッカー協会基本規定第12章、懲罰を適用するが、選手所属元クラブについては影響しないとしている。また、チーム賞個人賞の成績については、J3 リーグの公式記録として残るが、賞金の支給はしない。J2 への昇格も対象外であり、J3 クラブの J2 昇格における、成績要件においては、J-22 選抜の順位を除外し、 チームの順位を繰り上げる。同日に、元川崎フロンターレ監督で、U-17 サッカー日本代表コーチの高畑、勤が初代監督に就任した。チーム運営については、JFA の単独の責任と、費用負担において管理するものと定められており、J3 リーグ戦への参加料は JFA より、拠出される。ただし、実際の試合登録にあたっては、 試合参加料として、所属クラブが JFA に対して一試合ごとに、選手一名につき3万5千円を支払うものとされている。ホームタウン、ホームスタジアムは持たず、試合はすべて、相手クラブのホームスタジアムにおいてアウェー試合として、開催される。J-22 は2014年2015年の2シーズンにわたって活動をしたが、上述の通り、 毎節試合直前に召集、試合後解散という形式を取ったこともあり、2016年のリオデジャネイロオリンピックに向けた若手選手の試合経験確保という意味では一定の成果は上がったものの J クラブの関係者の間で試合前日までメンバーを確定できない選手のモチベーションを維持することが難しいといった意見が上がり、中にははっきりと行きたくないと漏らす選手もいた。 これらの点から活動に継続性がなく、育成という観点からは十分な成果が上がっていないという見方があった。こういった観点を踏まえ、2015年11月17日に行われた J リーグ理事会で2016年シーズンからは新たに J1、J2 に参戦するクラブが所属選手で結成した U-23 チームが J3 に最大4チーム参戦し、合わせて 各クラブの控え組同士による準公式戦を行うことで将来有望な選手の強化、育成を図る方策を取ることが発表され、これに伴って J-22 の活動を終了する方針を固め、11月19日に行われた2015年度 JFA 第10回理事会にて2016年シーズン以降は J-22 を編成しないことが正式に承認された。 前述の通り、チームスタッフは JFA から派遣するものと定められており、実行委員に関しては JFA 技術委員長による当て職となっている。ありがとうございます。